kapituliere niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Erzählst du, was ist uns umsteht? Egal, was ist denn hier los? Ich kann nicht am Ende! Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steinhain versprengt der Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist keinen Argumenten zulänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Irgendwas muss getan werden. Sie verrückt. Er will uns einfach rausschmeißen, wie Rundstedt, wie Guderian. Ja, und? На мой взгляд, это супер круто, потому как позволит вам использовать ту... Man möchte die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unfall! あ、ウィスウィス。なんだろうな、その、毎回挨拶に広げき出すのやめてもらっていいすか？お前じゃい。さて、今回乗っていくのは、イギリスティア8駆戦車。NUMK VAL equals 15。英語姉貴今なんて言った ?AT15。やっと日本語に限るな。基本性能をドン。まず、AT シリーズの特徴として硬い正面走行が取り柄ですが、228mm はティア級からしたら柔らかいも同然なのでガシガシ弾くのは難しそう。しかし、車角が25度なので、それを利用し昼飯をすれば大体250から300ミリほど稼げるので弾ける可能性が上がるかも。地方には20ポンド砲を装備、もう知ってる方も多いと思いますけど、これがちょっと前大幅に強化されました。弾発が160から225にパワーアップ、DPM がとんでもないことに、飯と装填棒込み込みで驚異の3938、人力オートローダーとはこのことですなぁ。でも機動力のおかげでちょうどいいバランスかもしれないすね。むしろ今までが弱すぎた感。うむ。長所と短所をはっきりさせるのは大事ですね。どっかの穴やレーターとは違うわ。初動はとりあえず中央に来たんですけど、これ嫌な予感するんですよね。空中戦車とかが中央から顔を出してくるので、本来であればもうスポットされてるんですが、やっぱりな、敵は完全に町側ラッシュ。これはまずいですね。これはまずい。町側にいるのは味方重戦車2両。しかし相手はざっと4両は来てるので普通なら勝ち目がないです。がしっかーし、これこそ AT15 の出番なのである。側面をベシベシ打っていきますわよ。あ、ちなみにアドレナリンを書いた時はなんと DPM が最大4725までパワーアップ。言い忘れてたんですけど、車角以外に角と強角はそれぞれ10度です。下には強いけど上には弱い。そんな感じでしょうか。AT7 と比べてキューボラが小さいのでハルダウンがより強くなったと思います。貫通力通常弾の貫通はいいけど課金弾の伸びはいまいちなので注意ですね。DPM に余裕があるし、貫通アップにするのも手かもしれんね。そこら辺は好みなんやろな。おっと、ライメ君それはいかんですね。そしてバチコリと弾いていく。ボン、ボン、装填時間が短く、手数で出るのでボーンする率も高いです。精度もそこそこあるし期待値高めですね。で、あいつ止まってね。お母さんにお風呂入りなさいって言われたかと思ったら動き出したわ。ちょっと動きに隙が多すぎんよ。で、それ弾くノズルくない？軽戦車なんだからもっと柔らかくなれよ。軽戦車だから柔らかいとは限らないんだよな。ショットトラップで貫通してわろた。じゃあ、死のうか。よし。よし。後ろの役は始末したので、正体相手さんと重戦車の相手をしに行きます。で、てめえよくも正体相手さんをやりやがったな。もう許さねえぞおい。まずはティガーにお前からだわ。前のバフでちょっと強くなったからって調子乗りやがってよ。あの本職の方ですか？ないです。側面相手によ。そいやっと、単発が160だから大丈夫と思って身を乗り出したか？残念もう単発225なんですわ。こっちはこっちで味方が押されてるな。高木も頑張ってたし俺も頑張らないと。高木は休め。ワンパン圏内もう許さねえからな。むむむ、この隙間から撃てるんじゃねえか？ここだ。弾かれたか？まあでも装填時間が早いから OK か。そうですね。しかしこれで来たまでの時間はどうか？せいぜいの死体に引っかかったけど、逆に引っかかったおかげでなんとか弾けたかん。よーし、これで背面取れましたね。今の展開からの射撃何でうまくてくさ。へへ、再度アドレナリンを投入したことでもう一回 DPM バイプッシュだ。持ちこたえてくれよ装填手。これ装填手すごいですね。20ポンドの口径の弾を3秒程度で装填してるんすから。へへ、AT15 にかかれば中核地区もおもちゃみてえなもんだぜ。よーく狙って、あってねえ空間走行か知らねえけど弾くんじゃねえ。さすが中核地区ですね。むむむ、敵がバス点を占領している。つまり、残りの車両数から考えると街にいるのは中核地区と S8 だけですね。パンテラが急いで占領しに行ったみたいですが、どうやらそれも遅かったようだな。ポイントで圧倒的有利な状況なので、焦らず行きたいと思います。む、中核地区が援部隊出る。一気に勝負仕掛けてきましたね。じゃあ受けて立つぜ。よく狙って。通常弾でも正面から貫通できますね。おら、よしよし、ワンパン圏内、ここだ。敵車両撃破、占領ポイント勝利で戦闘終了です。
結果は、4497ダメージ5両撃破で M バッチ、鬼のような DPM で敵を倒せた試合でした。総評は、長所は使いやすい手法で単発が強化されて強くなった点、短所は鈍速で、正面以外は柔らかい装甲であり、MDK されたら結構厳しいところ。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくね。